よし、肉手に入れたから、かまどで焼いていこう。あ、ちょうどかまどあんじゃん。いいね、いいね、いいね、いいね。さあ、これで、え、なんか、ダイヤモンドの剣入ってる。え、待って、焼けるんだけど。え、ダメージとか、レベル100万。今回は、レベル100万のチートエンチャントが付けられるかまどが作れる世界で、ハードコアサバイバルをしていく。最終目標は、エンダードラゴンの討伐。果たして、エンダードラゴンを倒すことは、できるのかと、その前に今すぐチャンネル登録と高評価をしてくれたらエンダーマンがワープします。はい、どうもスーパーライス先生です。ということで今回はね、レベル100万のエンチャントが付けられるかまどが作れる世界でハードコアサバイバルをしていく。で、今回の最終目標はエンダードラゴンの討伐。ということでね、早速やっていくんだけど、待って、いきなり目の前にさ、村あったけど、ちょっとイージーすぎる。それで、ね、まずは、木材を回収。先ほど来て、さらに木の炎を、取れましょう。来ていく。プラス、クワ。さあ、目の前にタワラあるからね、これ全部回収していこう。マジでね、村スタートは、食料に困らない。さあ、タワラ回収。いいね。あ、ゴールも発見。いやー、今日も天気いいっすね。ストライク、せっかく。ほら、ほら、地味に危なかった。ストライク、ストライク、ストライク。すごい、いいな。ゴールも倒していく。さあ、またしてもタワラ。俺、タワラはね、全部いただいちゃうよ。いいね。アベットいただきます。あら、せい、8セット。いいね。パンゲッチ、インゴゲッチ、金塊ゲッチ。お願いします。ない。せい、師匠。え、修繕あったけど。神だろ、これ、ちょっと。やばいね、これ、ちょっと。普通のサバイバルで欲しい。てか、この村、広くね。無職の村人さんめっちゃいるし。お願いします。ない。それでね、タワラ分解して、パン、大量作って。いいね。いきなり57。プラス、ちょっと鉄で、はい、鉄ローン作っていく。牛さん、こんにちは。何見てんだ、てめえ。当たらない。お、羊さん、こんにちは。どうも、ストライク。バイ。豚さん、今日天気いいっすね。あ、ストライク。バイ。残念だったな。ストライク。はい、それではね、今回ね、レベル1からレベル4までのかまどがあるんだけど、まずはね、レベル1作っていこう。さあ、かまどを作るために、石回収。クリーパー来てないよね。大丈夫？かまどの前に、ちょっと一旦ね、石のスライス作ろう。せい。さあ、丸石集めて、かまど作ろう、かまど。さあ、石炭回収。いいね。石炭ないとね、燃やせないからね。まあ、木材でもね、一応燃料にはなるんだけど、木材使うのってね、正直もったいないんだよね。さあ、石炭掘ったら、鉄が出てきた。ラッキー。さあ、鉄回収。それ、鉄のスライス作りたいね。やっぱり、ね、石のスライスでね、結構、とんの遅い。はい、それではね、かまど作って、いいね。7、つぶらい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 。さあ、これで、まずね、肉焼いていこう。せい、つぶらい、つぶらい、つぶらい。さあ、火打ち回収。いいんじゃない？さあ、こっち。さあ、それ、進んだ先にね、鉄いっぱいあるからね、今のうち回収しとこう。やばいよ、ちょっと。鉄ありすぎ。はい、それではね、ステーキ、羊肉、豚肉、鉄、それではね、はい、鉄のつぶらい作って、さあ、これをね、なんと、かまどで、焼けるんだよね、今回。これで、エンチャントが、はい、ランダムについて、もう一回やって、いいね。はい、シルクタッチ、修繕。やばいね、これ、やればやるほど、エンチャントがついてくる。こう、1、いいね。さあ、効率強化でね、今のうちに斧もやってこう。斧ストライク。確かこれさ、耐久力1。これさ、レベル1以降つかない。まあ、レベル1のかまどはこれが限界だけど、次のね、レベル2のかまどはもっとやばいから、それ今からね、それを作っていく。でね、レベル2のかまどの作り方なんだけど、こんな感じでかまどの周りに鉄を囲むとできるんだよね。だから今は鉄をね、作っていく。さあ、幸運1、シルクタッチ、修繕神。はい、それではね、鉄回収して、ストライク。それではね、かまど周りに鉄を置いて、さあ、レベル2のかまどね、これはね、さっきよりも強力だから、ちょっと見てて。さあ、これに、これつけるじゃん。せい。さあ、どうなる？何がつくかな？何つく？はい。修繕 10！ やばくない？レベル10ついた。さあ、次は、耐久力 10！ 次、効率強化 10！ いいね。レベル10のエンチャントめっちゃつく。はい。シルクタッチ X！ シルクタッチ10ってどういうこと？せい。幸運 X！ やばい、いけ、幸運 10！ じゃあ次はね、斧。いいね。幸運 10！ いったね、縦つくと縦。シルクタッチ10！ 耐久力 10！ 効率強化 10！ 神。これさ、縦ってさ、エンチャントできるっけ？せい。あ、いける。耐久力 10！ 修繕 10！ 2つしかつかない感じね。あ、やばい、効率強化早すぎる。効率強化レベル10、早すぎる。これやばいね、これ普通にさ、鉄のつるはしでこれだからね、早すぎん。オッケー。それはね、どんどん進んでいこう。次はね、レベル2のかまどを作っていくんだけど、そのためにはね、金とダイヤモンドが必要だから、それ、その2つを集めていく。あー、でもさ、これさ、シルクタッチついちゃってるから、幸運の効果が発揮できない。まあ、でもね、一応集めていこう。はい。いいね。せーい、いいね。うまーい。マジで大量に取れる。しかもね、耐久力10ついてるから、鉄のつるはしでもね、なかなか壊れない。かびってるね、この武装。どんどん掘ってって、それ、別の洞窟に出たい。さあ、これ石炭とかも一瞬で取れる。でもね、それ、シルクタッチがついてないやつ作りたいから、せい。それもう一個鉄のトラス作って、せい。頼むよ、シルクタッチ以外。リレー効率強化、これにあとね、幸運つけば神。オッケーオッケーオッケー、神。あ、でもね、できれば効率強化、幸運、耐久力点、この3つをつけたい。シルクタッチ頼む。つかないで。あ、よし、コン、頼む。あ、修繕じゃない、頼む、シルクタッチ以外ついちゃったから、はい、修繕、効率強化、耐久力、さあ頼む、幸運頼む。あー、またシルクタッチ。それ、これね、もうやるしかない。はい、これで鉄ブロック、シルクタッチで回収したから、これ全部ね、幸運点のつるらせで取っていく。さあ、いくよ。うまーい、いいね。やばい、これどんだけゲットできる、これ。はい、これでやばい、2スタック、鉄が2スタックゲットした。てなわけで、
ちょっと徹夜でいこう。チタン鉱石もあるから、これも幸運のつらしで取ってみよう。さあ、石炭いくつになるかな、これ。さあ、いくよ。スマーリレーさあ、これで石炭が。オッケーほぼ2スタック。神。さあ、ある程度鉄ができたから、回収していこう。そしたらね、ちょっと、鉄装備作ろう。はい、ちょっと。で、水。さあ、鉄装備式完成。そしたらね、一応、ちょっとね、レベル1の、レベル2のかまどね、もう一個作って、せい、これダブルで、それ、防具強化していこう。中絶点、針の鎧点。この時点で強いのに、レベル2の、レベル2とかこれどうなっちゃうのこれ。いや、レベル3とかどうなっちゃうのこれ。さあ、ちょっとやばいの色ついてるね。さあ、6つのスキル。チェストプレートめっちゃスキルつく。あ、7個が限界。あ、来た。ダメージ軽減。これさ、見て、やばくない？これ、鉄の装備とは思えないぐらい強いよ。で、次はね、レベル2のかまどを作っていこう。あ、どうもこんにちは。せい、いいね。さあ、糸ゲッチュ。さあ、金とね、ダイヤモンドゲットして、レベル2のかまどを作ろう。レベル3か。さあ、効率強化点で、今度掘っていこう。いいね。いいね金発見それね、幸運のつらして、全部取って、はい、いくつ ?49! やばくないいきなり49はやばい。さあ、座標は21。ダイヤモンドはまだ下だね。さあ、洞窟に出た。あ、待って。でもこれさ、ダメージ軽減点めっちゃついてるから、全然食らわないプラス、針の鎧で、はい、何もしなくても倒せるんだよね。つまない。で、いいね。さあ、つってね、ダイヤモンドはもう見つかる。あ、まさかの光か。なんでこんなとこ泳いでんの？つまない。あそこにのクリーパーが。これ、クリーパーいるけど多分ね、死なないと思うんだよね。あ、全然食らわない。爆破耐性ついてるプラス、ダメージ軽減めっちゃついてるからね、全然クリーパーの声食らわないわ。いや、金はね、結構あるんだけど、ダイヤモンドが全然見つかんない。しょうがないから、もうね、ブランチマイニングしよう、ブランチマイニング。いや、まさかね、一回限りのサバイバルで、ブランチマイニングするとは思わなかった。はい、置いて、さあ、ツラシをね、もう一回極限まで強化していこう。おっと、ダメだ、あ、何もしてないのに倒せる。さあ、最強のツラシ完成。もう一回。さあ、二つ出来上がったからいいでしょう。これで、はい、これで、金の回収。いいね、30個。神。座標は14だから、まあ、ちょうどいい。それ、ここブランチマイニングしていこう。いいね。おっと、パソコンの下にある。ダイヤモンドは、ナッシング。ストライク。よし。あー、ブランチマイニングスタート。あるかな？いや、ダイヤモンドさえあれば、レベル3のね、かまど作れるんだよね。さあ、まさかの毒数。ここある？ダイヤは、なさそう。いやー、鉄とかはね、いっぱいあるんだけど、ダイヤモンドがね、マジで全然出ない。頼むよ。頼ます。あれ、ダイヤってさ、こんな見つかんないもんだっけ？さあ、6列目。よしあったね、この勝負勝ちました。はい、このね、運転のつらして取っていくよ。待った、その前にいくつある？さ、多分6個ぐらいあるぞ、これ。いや、6個確定。7だ。ね、このつらして勝ちていくよ。いくよ。スプライ。いいね。さあ、いくつ？39。来た。よし、これでね、レベル2の、いや、レベル3のかまどを作ることができる。それはね、さっきのね、レベル1の周りに、はい、金とね、よし、来た。レベル3のかまど。さあ、レベル3のかまど2つ作ったから、これで、装備強化していこう。てかね、せっかくだから、それ、ダイヤモンド装備作っちゃおう。さあ、ダイヤモンドロード、ダイヤモンドのクラシ、ダイヤモンドのシャベル、ダイヤモンドの手を作るぞ。いいね。はい、そしたらね、この、レベル3のかまどに、ダイヤ系入れて、何がつく？メストッコ！レベル3！やばい！一気に上がったな、これ。レベル1000ってもうどうなってんの？もう次元が上がりすぎてさ、ちょっと。修繕セーフ！もう修繕にレベルなんてもう意味わかんないけど。ロックバックセーフ！なんだ？ちょ、急に襲ってきた。アーティストとこセーフ！これ絶対ビザ一撃。さあ、来た！攻撃力107。ダメージ消化レベル1000。やばいね、これ。はい、じゃあ次はね、ダイヤモンドのツラッシュ。さあ、これで、耐久力1000。本調化1000。修繕1000。シルクタッチ1000。幸運1000。スパイ！いやー、待って！やばい！ちょっと衝撃映像。ドロップ属がレベル1000がやばすぎるから。入っていこう。重いよ。神。求めてたやつ。シルクタッチがついてない最強のスラッシュ。幸運。効率強化。シルクタッチ。これ、最強装備が揃ってしまった。で、いらないやつね。燃やしていこう。そしたら、はい、ダイヤモンド装備作って、チェスト、レギンス、装備をね。はい。レベル1000のエンチャントつけていこう。オッケー。爆破耐性。針の鎧レベル1000。針の鎧レベル1000ってさ、多分相手触れただけで死ぬよね。水上攻。ソウルスピード。ダメージ軽減レベル1000まで、マジで、食らわないと思う。さあ、強すぎる。ダイヤモンド装備と入れ替えていくぞ。じゃあ一応ね、シャベル。はい、オッケー。それいらない装備を、はい、全部燃やしていこう。幸運レベル1000で、ダイヤモンド取ったら、やばいね、これもうすでに。鉄がやばいことになってる。いや、レベル1000だてじゃないね、これ。さあ、マグマ。これ、金もやばいね、これ。金もさ、もう、すごい重なってる。あ、手持ち一瞬でレベルマックス。さあ、これで7列目ぐらい。さあ、ダイヤ、頼む、ダイヤ。さあ、鉄の量えぐい。さあ、開通。採掘速度速いのはいいんだけど、食料の消費が速い。はい、7か8列目。さあ、レッドストーンも大量。いや、金じゃない。ダイヤ。シャーベルも作ったからね、土が出てきても問題ない。うわ、やばいこれ。
だった、溢れてくんだけど石炭、やばい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 、真っ黒黒つけ、それ燃やして、それ処理をね、確証、石炭の量エグすぎ、てかさ、耐久力さ、レベル1000ついてるから、あの、ツルハシの耐久力が全然減らない、さ、わー、来た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 、フラッシュマリックしないで、もう雑に見つけていく、すまない、うわー、待って、これやばそう、うまい、いいね、太陽元めっちゃ、何スタックこれ、はい、やばいやばいやばい、これやばい、7スタック以上あったけど、はい、それじゃね、残りのブーツ、ヘルメットを作って、今度はね、このレベル3の後に、黒曜石とダイヤモンドブロックで、いいね、レベル4の、かまど、これ絶対にやばい、待ってさ、レベル1000でもやばかったけど、すまない、レベル100万のブストッコ、やばいこれ、100万はやりすぎ、はい、耐久力レベル100万、ちょっと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 、ぶっこい、ダミー族レベル100、これさ、ダメ、トップ族100万ってやばくない、ゴール、ゴール100万、来た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 、試しにネットストア上げてると、はい、はい、あんまり変わんない、よし、それじゃあレンズ入ってブレイスロットとね、エンダーパール集めよう、でもね、多分すぐ集まっちゃうと思うんだよね、はい、ピグリン、どうもこんにちは、ヒール、やばい、クロスボウ、クロスボウ、ちょっと大量さ、これさ、ドロップゾーン、待って、いきなりピグリン要素ある、珍しいね、ちょっとね、壊せ、あ、ブルートいるけど、あ、それ強すぎる、強すぎるんだよな、もう何もしなくても勝てる、僕最強だからって感じ、つまり、いいね、これで、つまり、やばい、金の装備めっちゃ落ちた、せい、ちょ、やばいやばい、すまない、すまない、やばい、この光景やばすぎる、金装備大量、気がないからもうひたすら効率強化のツルハシで掘っていく、さあデザイアさん侵入、あとでブレイズ倒すだけ、ダイヤモンドの鎧、さあまたしてもチェスト、セイサドル、ブレイズブレイズ、あったあったブレイズのスプラ見つけた見つけた、さあウィザースキルといるけど、これさウィザーの頭とかめっちゃ出そうじゃない、すまない、やばい、頭蓋骨めっちゃ出た、頭蓋骨64、これさ、ちょ、ウィザー戦ってみよう、待って、何もしてないのに、ブレイズロットすごいことなってる、多分ね、針の鎧でこれ反射ダメージだね、オッケーね、ブレイズバーだけっちゃ、で、ありすぎありすぎ、ソウルサンド、ソウルサンド、さあソウルサンド回収、いいね、さあとりあえずね、一応ウィザー戦おう、多分ね、結果見えてるけど、つらいつらいつらい、オッケー、いざしょうか、これこれね、ダイヤモンドの剣にはアンデッド特攻レベル100万ついてるから、これ多分一撃だと思うんだよね、さあ解放、あ、待って、ちょちょっと、あったです、え、やばい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 、なんで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 、あっぶない、あっ、あっ、マジで危なかった、多分ね、ネザースターがね、とんでもないことになってると思うんだけど、やばい、ネザースターがとんでもない数ある、これさあ、針の鎧でダメージが与えられる、オッケー、ぶない、いいね、弱すぎる、さあ、緑芋に来たから、ちょ、エンダーマン、エンダーマン返しよう、いた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 、これ一発で終わる、エンダーマン、こんにちは、何見てんだ、てめえ、ぶない、うわー、やばいやばい、エンダーパールエグい、これで、はい、エンダーゲットして、それダイヤモンドが邪魔になってきた、はい、いいね、エンダー48、さあ本当の世界に持ってきたから、今からね、はい、エンダーとか倒しに行くんだけど、ね、そっちか、いきなり壊れていく、でもね、エンダーアイだったらね、いくらでも作れるから、これどんどん投げちゃおう、これさあクリーパーこんにちは、それやばい、か火薬の量エグすぎ、あ、スケルトン、あー、ラッポしてないのスケルトンが砕けちった、セイセイセイ、待って待って、やばい、はいはい、早すぎっすよ、落下死する、はい、いいね、もう来た、早すぎ、それはちょっとエンド要素破壊しないような質問あるかな、うわ、ちょっといきなりやったんだけど、カビカビカビ、せい、それはね、ちょっと今のうちにせっかくだから、で、防具他ね、レベル値100万にしていこう、はい、100万、耐久力、水中攻撃100万、爆破耐性100万、ダメージ軽減100万、もうこれだけで十分、はい、オッケー、次はね、全部レギンス、針の鎧100万、これ多分ね、エンダードラゴンで触れた瞬間に勝てる、触れれば勝ち、さあ水中攻撃のレベル100、オッケーオッケーオッケー、カビカビカビ、いいね、でブーツ、ダメージ軽減100万、これ絶対にダメージ食らわないじゃん、はい、さあ100万にして、オッケー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 、もうこれ神、これだけで強い、はい、これつけて、これでマジで最強装備、それでちょっと一瞬で終わらせよう、センダーアイをはめて、すまない、それでいこう、それで落下死だけはしないように、エンダーパール投げて、さあ到着、エンダーマンの神で顔見まくろう、顔、すまない、すまない、さあ強すぎる、はいはい、いいね、何もせず倒せる、こんにちはこんにちは、すまないすまないすまない、強すぎてすまない、デイデイ、エンダーパールやばい、エンダーパールの量がやぐい、さああとはね、エンダードラゴンに触れるだけだね、で降りてこないかな、あ、すまないすまないすまない、本当にすまない、これさ、ドラゴンブレスでも反射すんのかな、降りてくんないかな、さあエンダードラゴンで降りてくればね、僕の勝ちなんだけど、全然降りてこない、来た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 ね、ヘタブレ、ここに立ってれば勝てる、ここに立ってれば勝てるよ、さあ頼む、エンダードラゴン頼む、見せてくれ、さあダメージ、反射ダメージ、はい、ダメージ反射ダメージ反射反射、よーし、いいね、発射ダメージが強すぎる、さあこれでエンダードラゴンで見事討伐ということで、はい、ということで今回の動画は以上だ、この動画が面白いと思ってくれた人はチャンネル登録と高評価よろしく。